どうもゴリラパンティです。今回はチャージアックスの装備について解説していきたいと思います。はい、ということで、とりあえずチャージアックスって超解放型と斧強化型があるんですけど、まあ、とりあえず今日は斧強化型を紹介しようかなと思います。で、超解放型はね、またね、武器が違うんですよ。武器が違って、装飾品っていうか、まあ、護石もかなり難しいものを必要とするので、またちょっと動画自体が長くなってしまうので、まあ、とりあえず今日は斧強化だけにしようかなと思います。はい、で、僕が使っている装備なんですけど、弱点特攻2が必要になってしまうので、それだとやっぱ作れる人が限られてくるから、弱点特攻なしバージョンと、あと弱点特攻1持ってる人用の装備と、あと弱点特攻2を持っている人の装備、まあ、3つを紹介しようかなと思います。はい、で、まず1つ目、まあ、チャージアックスはこの夜走り、順風、命名裏っていうものを使っています。これがすごい会心率が高くて、スロット2が空いているっていうめちゃくちゃ優秀な武器なんで、はい、これをおすすめしています。っていうか、これが強いです、マジで。はい、で、頭が神王、胴体がガブラで、手がレウス、腰がスカルダ、足が金色の袴ですね。で、発動しているスキルが、まあ、攻撃超回心、弱点特攻、力の解放、ひるみ経験、まあ、これは装飾品でつけてるやつもあるんですけど、まあ、とりあえず護石がフリーなんで、まあ、あとは自分の好きなようなこの、まあ、持ってる護石をはめて使ってみてください。はい、はい、続いて弱点特攻1を持っている人用の装備になります。はい、で、上からまあ、チャーク、さっきのやつですね。頭がボロス、胴体がガブラスーツ、手がレウス、腰がスカルダ、足が金の袴ですね。はい、で、発動しているスキルが、まあ、攻撃6ですね。さっきより2上がりました。で、超回心3、弱点特攻3で、まだ多分ね、1スロー結構空いてると思うんで、まあ、基本的にはひるみ軽減とかそこら辺もつけてあげればいいんじゃないかなと思います。あと、はい、気絶耐性とかひるみ軽減ですね。はい、あと防御力心配だったら、まあ、防御力つけても大丈夫です。まあ、結構空いてるんで、いろいろつけれると思います。はい、で、続いて弱点特攻2を持った人の装備になります。まあ、これが一応最終装備っていう感じなんですけど、まあ、斧強化の最終装備ですね。見ていきます。で、頭が神王 S ヘルム、胴体がガブラスーツ、手がレウス S、 腰がジャナフで、足が金色の袴で、護石が弱点特攻ですね。今発動しているスキルが攻撃、超回心、弱点特攻で、装飾品で気絶耐性とひるみ軽減をつけています。で、多分これも防御も多分装飾品でつけてるかな。はい、こんな感じとなっています。で、いろいろチャージアックススキルあるんですけど、まあ、集中は正直カウンターフルチャージがあるんでいらない。で、あと増弾に関しては瓶が増えなくなってしまったんで、スキルにまレベル2まであるんですけど、砲弾装填数アップって。でも2つけても増えなくなって、黄色ゲージでも5本溜まるよっていうスキル、まあ、なんかダブルクロス仕様って言われてるのかな、になってしまったんで、まあ、いらないかなと。それで高速変形っていうスキルが、このチャージアックスとスラッシュアックス変形アクションの速度と火力が上昇ってやつなんですけど、これつまないのって多分質問来ると思うんで言っとくんですけど、まあ、あんまね、個人的に強くないなって思いましたね。まあ確かに便利なところはめっちゃあるんですけど、乗るスキルが少ない、乗るアクションモーションが少なくて、まあもちろん使える場面はもちろんあると思うんですけど、まあそこまで無理して積む必要はないんじゃないかなと個人的に思ったので今外してます。まあでも積めるなら積んだ方がいいんですけど、まあ、優先度はかなり低いんじゃないかなと個人的に思っているので今はつけていない状態ですね。はい、まあ、つけれるならつけたい。だから、まあ、弱点特攻に高速変形2とか出たらつけるのは全然ありなんじゃないかなと思います。はい、で、あとスロットが2、1つ空いてるみたいな感じですね。
それだったら全然つけてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、あと百竜強化、武器の百竜強化なんですけど、多分これも聞かれると思うんで言っとくんですけど、これは攻撃力強化で大丈夫ですね。あの弱点特攻で 50% で 90% で、あの力の解放とかも含まれているんで、まあ、それで 100% まあないものとして考えちゃうと弱いんで、まあ、それだったら攻撃力強化つけて攻撃力伸ばしてあげた方が、まあ、会心出た時のダメージも伸びやすいかなと思うので、はい、そうしてます。はい、頑張ります。で、まあそんな感じですね。まあとりあえずは僕は今こんな感じでやっています。よかったら真似してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。